なんか落ち着かねえな。一体くるみのやつなんて言ったんだ？そうだ、今なら小鳥に連絡が。新郎さん、準備ができましたよ。さあ、新郎さん、こちらへ。うわ、ちょっと。さあ、どうぞ。はあ。照れてしまいますわ。いや、悪い。あんまり、その、綺麗なもんで。まあ、嬉しいですわ。なあ、くるみ。お前、あの人に何言ったんだ？別に大したことは申しておりませんわよ。私は難病に侵されており余命いくばくもございません。おそらく彼が契りを結べる年になるまで生きられはしないでしょう。それを哀れに思った彼がせめて花嫁衣装だけでもと、そう申しましたら途端に気を使ってくださいまして。いや、お前それ完全に嘘じゃねえか。そうですわね。さあさあ、よろしければチャペルの方まで写真もサービスしちゃいます。いや、いいですよ、そんなことまで。何を言ってるんですか。これが最後かもしれないですよ。いいではありませんの、指導さん。私も指導さんと写真が撮りたいですわ。さあさあ、祭壇の前にどうぞ。では撮りますよ。ほら、もっとくっついて。新郎さん、笑顔笑顔。